牛島満、極度に悪化した戦況の中、牛島は沖縄に赴任することになります。牛島の最後の言葉として、各部隊は各局地における生存者の上級者がこれを指揮し、最後まで完投し悠久の大義に生きるべし、多くは最後の一兵まで戦えという解釈をされていますが、これは先人君の精神論や自尊心だけだったのでしょうか。この大義があったから沖縄の日本兵は最後まで戦い死んでいった。民間人を巻き込んだ悲惨な沖縄戦になった。多くの犠牲を出したことにより牛島に対しては厳しい見方もあるようです。一方で誤りを指摘しつつも、生き残った将兵や沖縄県民の牛島への感情は、敬愛の気持ちこそあれ反感の声は聞かれなかったという話もあります。牛島は沖縄の住民を戦の道連れにすることは誠に忍びがたいと思いを伝えており、女子軍属らは司令部と行動を共にしていたが、退避させることになった際、私たちは皆様と一緒に死ぬ覚悟だったのに、この後にを呼んで後方に退けとはあまりにむごいと泣きながら抗議したが、牛島は彼女らに手持ちの貴重品を分け与えて彼女らの抗議を押し切り非難させている。牛島の言う大義とは、